ブラジルの経済は輸出志向型の自由主義経済である。ブラジルの国内総生産は1兆8000億ドルを超え世界第8位でかつラテンアメリカで最大の経済大国である。一人当たりの国民所得は2007年にはようやく6000ドルに到達した。高工業の分野では南アメリカの生産の約5分の3を占めている。ブラジルの科学技術の発展は 外資の導入を誘致することに成功し、2007年度には200億ドルの資金の流入に成功した。ブラジルにおける農業分野もまたダイナミックな成長を遂げている。ここ20年間、農業分野はブラジルで最も発展を遂げた分野であった。農業分野に加え、工業部門の両輪がブラジル経済を牽引するとともに、1970年代以来、 ブラジル経済を悩ませてきた、累積債務問題の解消に貢献してきた。ブラジルは、様々な経済組織で活躍している。例えば、メルコスール、南米共同体、G20 ディベロッピングネーションズ、G8 プラス5であり、ケアンズグループと呼ばれる19カ国で構成される、農業輸出国の組織である、貿易相手国は100カ国以上に上り、 輸出品の74%が工業あるいは反工業製品である。主要貿易相手国はドイツ、オランダを中心とする欧州共同体の国々、アメリカ合衆国、メルコスール及びラテンアメリカ諸国、アジアである。ブラジルの科学技術は多岐にわたり、潜水艦や航空機にまで及んでいる。航空機産業では近年世界第4位の航空機メーカーエンブラエルが 小型ジェット機の販売数を伸ばしている。また、ブラジルの自動車工業は、1973年のオイルショックを契機に、バイオマスエタノールを燃料とする自動車生産が発達しており、2008年現在、世界で唯一商用ベースでエタノール自動車の生産に成功している。ブラジルは海底油田の開発にも精力的であり、ペトロブラスは、 大西洋沖合の海底油田の探索に成功することで世界トップレベルの企業に成長し鉄鉱石における外需はバーレをリオティントや BHP グループと並ぶトップメジャーに成長させたブラジル経済を変貌させたルーラ大統領1500年代にポルトガルの植民地となって以来1930年代後半まではブラジル経済は 第一次産品の輸出に依存してきた。ポルトガルは自らの帝国主義政策に基づき、ブラジルを原料供給地と位置づけていた。統計を見る限り、ブラジル経済は安定的に成長したとは到底言えない。1947年以降、一人当たりの GDP は伸びてはいるが、1995年時点では4630ドルに過ぎなかった。 1968年から1973年にかけてブラジルの奇跡と呼ばれる高度経済成長を達成したが第一次オイルショックによって外貨準備は不定し常に累積債務問題がブラジル経済の足かせになってきた毎月数百のインフレーションは当然であったし貧困層の人口は鋭角的に増えた北東地方のみならず大都市圏では スラム街が形成されていった。現在、ブリックスの一角にまで、ブラジル経済を変貌させたのは、2003年に、大統領に就任したルイス・イナシオル・ラダ・シルバの存在が大きい。ブラジル経済で最も大きな比重を占めるのが65%を占めるサービス産業である。続いて、工業部門、農業部門となる。しかし、旧、 700万人ほどの労働力人口の19%が農業に従事している点で特色がある。農業、食料生産、編集詳細は EN、アグリーンブラジルを参照ブラジルの農業1950年から2005年の55年間で、ブラジルの人口は5、100万人から1億8、0 0 0 0 0, 0人まで増えた。この増加率は、 毎年2%の人口増加である。このような食料需要の増大を背景に、ブラジルは農業生産の増大のために様々な政策をとってきた。新生の緑の革命と呼ばれる運動が展開され、農業ビジネス複合体の創出が可能となった。だが、農地の拡大は一方で、アマゾンを含む森林地帯の環境破壊をも容認したという負の側面もあった。 ブラジルの輸出品目の上位に入るものは2006年現在では大豆及び大豆関連製品、食肉、リン酸品、砂糖、エタノールと続く。輸出金額は494.2億ドルに達し、ブラジルの輸出金額の36%を占める。大豆に関して言えばアメリカ合衆国に次ぐ生産量を誇る。この数字は世界の生産量の約4分の1を担っている。 最近15年間で生産量は3.5倍に拡大となっており、高地面積は1990年には974万ヘクタールだったものが2005年には2、273万ヘクタールに拡大しており、面積あたり生産性も1.5トンヘクタールから2.24トンヘクタールと大きく上昇した。主な生産地はパラナ州、リオグランデドスル州、マットグロス州、 マトグロスソドスル州である。食肉に関して言えば、2006年時点でアメリカ合衆国に次ぐ第2位の牛肉生産量を誇る。欧米の牛海面上農賞発生により、ブラジルの食肉の輸出は大きく飛躍した。鶏肉はアメリカ合衆国、中国に次ぐ第3位の生産量ながらも輸出量に関しては世界1位を占める。ブラジルの肉生産の強みはヨーロッパ、 アジアと異なり、生産地が鳥インフルエンザの被災地域よりも距離的に離れていること、電波の原因の渡り鳥が主要生産地のブラジル中西部から南部にかけてトライしないという点で強みを持っている。その中で中心的な役割を果たしているのが JBSSA とブラジルフーズである牛肉加工で出発した JBS は企業買収を実施することで豚肉、 鶏肉事業にも参入したサディアとペルジゴンの経営統合によって誕生するブラジルフーズは世界の経肉貿易量の25%を扱う砂糖生産量が世界第一位ということも今のブラジル経済を強靭にしている砂糖キビの生産量の3億8248万トンは世界で第一位であるサンパウロ州を中心に栽培される砂糖キビは 肥料のみでの生育が可能である点、一つの苗で1年間に5回の収穫が可能であること、連作障害がないことも強みである。さらにバイオマスエタノールに対して世界的な需要が見込めることは、ブラジルの農業にとって追い風となっている。林業、編集かつてのブラジルの林業は、ブラジル木や天然ゴムの生産が中心であったが、近年は衰退。 アマゾン川流域の天然林を資源とした木材生産が中心となっている。2005年の FAO 調査によれば、木炭の年間生産量は8、800万トンで世界1位。新炭材生産量は13、800万トンで世界第3位。丸太生産量は23、900万トンで世界第4位となっている。1990年代以降、 東南アジアなど他の木材生産国の多くが、合板など、付加価値の高い商品の生産に注力したのに比べ、ブラジル国内の生産構造に変化は少ない。一方、林業経営以外でも農地開発などの森林伐採の需要は相当数存在し、年々森林率は減少の一途をたどっている。工業、編集ブラジルは鉱物資源が豊富な国である。 およそ72種類の鉱物が産出されることで知られている。特にブラジルの工業において重要性を増しているのが鉄鉱石である。鉄鉱石の産出量は中国に次いで世界第2位であり、国内での鉄鉱生産が相当規模にあるにもかかわらず、輸出余力が大きい点で注目されている。中国や日本はブラジルに鉄鉱石を依存している。ブラジルで 鉄鉱石の産出、輸出を担っているのがバーレであり、BHP グループ、リオティント、アングロアメリカンと並ぶ4大鉱物メジャーに成長を遂げた。その、ブラジルの鉄鉱生産量は3091000トンで世界第10位の規模を誇る。1958年に設立されたウジミナスは、新日本製鉄からの技術供与を受けながら成長してきた。 ブラジルはオイルショックの経験を糧に石油輸入依存経済であった経済の改革を行ってきた。2006年にはブラジル経済は石油の実、このことはペトロブラスを中心とする企業の大西洋沖合における海底油田の探索の貢献が大きい。カンポス海域の深海油田の海底は約2000メートル以上であり、ブラジルの石油生産の 約7割を担っている。それ以外の鉱物資源で世界における埋蔵量のシェアの上位を並べるとニオブ、タンタル、グラファイト、スズとなる。また、マンガンやアルミニウム、ニッケル、マグネシウムなども豊富な埋蔵量を誇っている。工業、編集、セルトンジーニオに所在するバイオマスエタノールの工場ブラジルはラテンアメリカにおいて最も発達した工業国の側面もある。 ブラジルの工業分野は自動車、鉄鋼、石油化学、コンピュータ、航空機に及ぶ経済が発展するにつれてブラジル及び多国籍企業は設備投資を活発化してきたブラジルにおける自動車工業の中心地は歴史的にサンパウロ州に集中していたが徐々にサンパウロ州以外での生産が活発となっている1990年代にはフォードモーターが バイヤ州に進出を開始し、もともとブラジルの石油化学工業の中心地であった。この州ではタイヤ産業が発展し始めている。ブリジストン、ピレリといったタイヤメーカーの進出が始まっている。ブラジル国内のシェアは、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズ、フィアットで国内の販売台数の約7割を生産している。ブラジルの自動車工業の特色として、 ガソリンに25%のエタノールを混合した E25 を使用した自動車の生産が展開されていることである。フレックス燃料システムを搭載した自動車は、ボッシュなどが開発し、1990年代には実用化に成功していたが、実際に商用ベースに成功したのは、フォルクスワーゲンのゴルフに採用されたことにその理由を求めることができる。ブラジルにおける自動車工業には、 地和資本も活躍している。リオグランデドする州に本社を置くマルコポーロは、ボルボ、フォルクスワーゲンが製造した基本構造の上に、ボディや座席を乗せる車体メーカーであり、2009年現在では、ブラジルにおけるバス市場2万5千台のうちの約4割を占め、海外にも進出している。ブラジルにおける電気、電子産業の多くは、サンパウロ州とマナウスに集中している。モトローラ、 LG 電子、サムスン電子が携帯電話などを生産している。特にマナウスには1967年に自由貿易地域が設けられており、様々な税的インセンティブが与えられている。テレビや DVD プレイヤーといったオーディオ製品などを製造する企業はマナウスに進出する傾向が高く、ホンダ、ソニー、パナソニックといった日系企業のみならず、フィリップスやノキアも 工場を進出させている。飛行機産業は2000年代以降、エンブラエル社が生産する低価格な小型機がヒットし、周辺産業も含めて発展を続けている。発電、編集夜のイタイプダムブラジルの電力の多くは水力発電に依存していて、国内の電力需要の92%を賄っている。発電量は約5万8000メガワットであり、そのうち 世界最大のダムになるパラナ川水系の遺タイプダムでの発電量はさらに、リオデジャネイロ市郊外にはアングラ原子力発電所があり10年以上の稼働の実績がある。アングラ第二発電所は2002年に完成し、アングラ第三発電所は2008年に完成予定である。この3つの発電所が稼働することにより、電力供給量は5000メガワットの増加を計画している。 金融業、編集ブラジルにおいて、金融業は銀行が主役である。2007年に勃発したサブプライムローン問題以降、先進国の金融機関が破綻、あるいは事実上の国有化、自己資本の既存を迫られる中で、もともと国内の高金利政策を背景に、ブラジルの金融機関はサブプライムローンへの投資をほとんどしてこなかったことから、自己資本は全く傷んでおらず、 健全である。その中でも2008年にバンコイタウとウニバンコが合併して誕生したイタウ。ウニバンコ、バンコブラデスコ、ブラジル銀行、バンコサンタンデールブラジルが4大銀行として、君臨する。2009年10月、バンコサンタンデールブラジルがニューヨーク証券取引所と BM& カイボベスパに株式を新規公開したが、調達した金額は2009年度中の 新規公開では最大規模の114億レアルであり、このことが2016年のディオデジャネイロオリンピック開催決定というタイミングと相まってレアルへの資金流入と金融取引税の導入を導いた。4大銀行のうちブラジル銀行を除く産業がニューヨーク証券取引所に米国予託証券という形で上場させている通信業、編集石油は ペトロブラス、航空機製造はエンブライルといったように、かつてのブラジルも通信事業はテレブラスの独占であった。しかし、全2社が民営化を実施したように、テレブラスも分割、民営化された。通信事業の民営化が実施されたのは、1998年のことであり、ベビーブロスと呼ばれる12社に分割された。テレブラスの民営化の際には、 外資の積極的導入も図られ、スペインのテレフォニカ、イタリアのテレコムイタリアモービレが参入している。また、12社に分割後も、業界内の再編は目まぐるしく、オいブランドで、携帯電話、インターネット事業を手掛けるテレマールのルテレスでは、2009年に固定電話を手掛けていた、ブラジルテレコムの買収を完了した。ク運ン業、編集ブラジルには、かつて、 ナショナルフラッグの地位を占めていたバリグブラジル航空という航空会社が存在した。しかしゴル航空をはじめとする格安航空会社やローカル路線から国内感染に参入したタム航空、タムが台頭する中でバリグは2005年に倒産しゴル航空の子会社として再建を進めている。現在ブラジルの空を握るのはタムとゴルの2社である。 タムは2008年にスターアライアンスに加盟し、バリグ大会以降、スターアライアンスにとっての空白地帯であった南米地域の航空ネットワークを担う。ありがとうございます。